当てどなく意味を探す命、本当はこの世の入り口で開けっぱなしたあのドアの在りか、見つけるためのものだった。想像より路地、それをいい路地に行きましたね。探せないように作った意地悪な神様、あなたのおかげで出会えたんだ。このまかまか不可思議な生命に、この宇宙の今まで見てたか、悲しみや痛みの全てを知ってるかのような、君のその涙は何。この宇宙が今まで見つめたよ、喜びの全て足しても追いつかない、本当の君のその笑顔は何。一回テストしましょう。はみ出すの止めるのが僕の仕事なの、それが僕の役目なら望むところだよ。ありがとうございました。この度グランドサガの CM に出演いたしました金子信明です。どうも、今回グランドサガの CM に出演させていただいています小栗旬です。最後にあったのは多分ドラマのクライシスってドラマで戦ったんですけど、また戦わなかったの初めてかもしれないですね。まあ候補的種であり、まあなんつうの、もう世が世なら仲間であっただろうみたいなのが多いんですよ。なんですけど今回はがっちり仲間ってことで、それ結構新鮮だったかもしれないですね。戦ってないみたいな、なんでいつも戦うのが多いんでしょうね。分かりたいですけど、ご縁でしょうね、うん、節目節目では本当に会える人なんで僕はとても嬉しいですけどね、はい、僕あっくんって呼んでるんですけど、あっくんとはなんか定期的にお仕事をさせてもらってたりするので、でも結構久しぶりに現場で会ったから相変わらずハッピーな人で、やっぱり一緒に仕事すると楽しい方だなと思いましたね、うん、金子さんは小栗さんのことなんて呼ばれてるんですか。あっくん、俺のことなん、しゅんくんって呼んでるんじゃないですかね多分、はい。もう毎回こう敵対する、あ、まあそうですね、いつも戦わなきゃいけなくて僕らで今回もしかしたら仲間になれるかもしれないというふうに喜んでらっしゃったんです、はい、やっぱり小栗さんはそういう印象ですか。そうですね、大体いつもなんか殴り合わなきゃいけない役でお互い、それがまさか今回ね僕のウェポンになってくれるとは思わなかったんで。なんつったらいいんでしょうね、映像とか触ってみて思ったのはロードも速ければ、いわゆる据え置き機でやるような感覚、 RPG しっかりやってる感覚を覚えるっていうのがあまり今までなかった気がするんで、単純なクオリティっていうんですか、ゲーム好きな人間としてもちょっとすごいなっていうのを思いましたね。最初はやっぱりちょっとこうどういうものかも分かっていなかったので、どんなゲームなんだろうと思っていたんですけど、でも話を聞いたらものすごく丁寧に作られてるものなんだなっていうのを感じましたし、これが、完成することを待っている方たちがものすごいいるんだなっていうのも聞いて、そんなのに出演させてもらえるのはありがたい話だなと思いました。いつでもどこでもできるものなので、僕も配信されたら やりたいなと思ってますけどね。そうです、はい、魂を込めた RPG グランサガリリースをどうぞお楽しみに。僕なんかよりもものすごく楽しみに待たれている方たちが多いと思いますが、すごい作品になっているようなので、ぜひ、配信された暁には楽しんでください。